聞いたです。マジで本の読み聞かせ、子供たちだけじゃなくて大人たちとかマジで世界目指しましょう。行きましょう。私だと昔々あるのはね、心の優しい浦島太郎という若者がいました。浦島が海辺を通りかかってると、子供たちが大きな亀をいじめてました。俺言いました。亀の声が聞きたくて、俺その子供たちにすげえ大人として言いました。お前は強い男になるんですよ、そしたら子供たちは言いました。亀は俺たちが捕まえたんだから、俺たちが何しようと勝手じゃないですよ。勝手じゃないですよ。どうやったら亀を全部解放してくれますか、子供たちは言いました。au のギガ放題に入ってくれた亀をあげる。もちろん入りました。だってお得だもん。お得だよね。ギガ放題お得ですよ。そして俺は亀を海にぶっ放しました。ある日、浦島さんってなんか呼び声するなと思ったら、浜田岳君によく似た亀がこう語りかけてきました。浦島さん、この前ありがとう。どうしてまた陸に上がってきたの？浦島さんにお礼がしたくて。いや、俺なんていいからさ、すげえ楽しく来てくれてたら嬉しいから、竜宮城に呼びっておとちゃんが言ってました。俺今から行く、すぐ行くよ。おとちゃんいるから行く。俺は亀と一緒に竜宮城来ました。竜宮城ではおとちゃんがいて、おとちゃんがひたすらあの時子供たちが亀をいじめてたように、おとちゃんが俺をいじめてきました。お黙りやめてください。自分長尾ポーズしますから、やめてください。いいだろう。そうして俺は竜宮城を隅々まで楽しみました。竜宮城で最後に玉手箱をもらいました。その玉手箱を開けたら折り紙に入ってました。めでたし、すげえいい話ですね。これはマジで世界目指せますわ。